あり。おはようございます、ブヒケンです。本日は水曜日ですね。今日は朝からとてもいいお天気で、ぐーちゃん散歩もあったかかったです。またお年寄りに声かけられましてね。あの川沿い行ってきたんですけど、鳥がいっぱい来るんですよ。で、まあ、たまたまなんですけど、まあね、朝だとお年寄りがいっぱいいてさ、やっぱり歩いてる方とか日向ぼっこしてる人とかね、それこそワンちゃんの散歩してる方とかで、一人でこうやって座っている方がいたんだけど、まあ、それ見えたんだけど、その人のところまでこう近寄ってったら、白い鳥がバサ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 ってこう結構大きいやつ。どうって俺も驚いて、おじいちゃんもわーって驚いて、そのおじいちゃんも俺に、あの鳥は詐欺かねって言うんだけど、知らねえよ。ね、わかんねえよそんな。生態調査してる市の職員じゃないわけじゃないですか。知らねえよその鳥の名前なんか。ね、しょうがないから、いやー何ですかねっつって言って俺もねって言ったけどさ、わかるわけないじゃんね、そんなの。なんか最近ね、毎日いろんなお年寄りに話しかけられますよ本当に。あとちょっと困っちゃってるのがあれですね、確定申告。うん、親父のね確定申告なんだけど、はあ、わかんねえ。もうね、朝一で整理券取りに行かなきゃなんないっていうのもあったんでね、今日行ってないんですけど。参ったな。まあそんな感じでね、本日はちょっと作業をね進めていこうかと思います。本日もつまらない動画になると思いますけど、皆様最後までご視聴よろしくお願いします。参ったな、確定申告は。よし、はい。本日もちょっとこっちの続きと、あれそろそろ内装ね接着剤やり始めないとなんだけど、ちょっとね、錆止めを入れたいんだけどね、こっちどこまで剥がれていっちゃうかなっていうさ、まあパテもう入れないともうどうしようもないんだけど、それは入れるんですけど、なるべく少なめで入れたいけどね。そういうわけにもいかないかなっていう感じだよね。んで、そのこのね、鳴らしてる間にバキバキ剥がれていっちゃうんで、ちょっともう一回やってみますね。ちょっと見ててみますか。この辺でもう止まってくんないかなって思うんだけど、なかなかね、バキ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 っていっちゃうんだな、これが。あれどこいた俺。いや、この辺は止まってくる。パテとか剥がさない方が良かったかな。でも合わないもんな。まあいいや。ブツブツ言ってるのもしょうがないですよね。一番下に黒い色が入ってるけど、これがオリジナルかな。ああ、ここなんかバンって凹みがあったんだね。剥がすのやめよう。うわー、ちょっとかろうじてこの辺まだ、いや剥がれるな、ここ多分際の際でわかるんだけど、何回塗られてんだこれ。1,2,3,4、やっぱ4回塗られてるな。ちょっと待って、なんとかバキバキバキっていくのが止まってくれたのがこの辺りですね。この辺りってもうまあまああれよ、まあまあよ。うん、この地層を見てくれるとわかるけど、黒だけで4回塗られてますね。で、その下にね、ちょっと分かりづらいけど、サフが2回多分入ってるんだよな。で、パテ。で、パテも場所によってはね、厚みがやっぱ違ったりするんだよな。この辺が一番厚いな、やっぱ。ドア一緒ぐらいか。
よし、これでね、ちょっとお掃除して、もう一回ここ鳴らして、鉄板むき出しのとこ、うわ、ね、鳴らして鳴らして、要は足付けみたいなのね。ほんで錆止めを入れますね。ちょっと待って、そこまでやりましょう。こんな感じでちょっとやっちゃうんで待っててください。はい、鳴らし、こんな感じ。こっちもでは、この横の切れてる部分、破けてる部分ですね、破けた部分、そこに切れ目を入れたんだけど、それを、接合していくんですが、その時にちょっとね、クッてやってあげたい。ただね、錆びてるから溶けてっちゃうかもしれないんだよね、インナーが。ちょっとある程度ね、映ってないか、ある程度錆をちょっと落として、こっち側も、こっち側もどうかな、ちょっとある程度錆を落として溶接してってみますね。下の塗料もちょっと剥がさないとダメだな、これ。ちょっとやっていきます。よく見ればまあまあ錆びてますね。全部の錆を落とせはしないとは思うけど、落とせるだけ落とそう。いやー、これ厳しいな。ちょっと待って、今落とせるだけちょっと落としてるんですけど、なかなか根っこが深いのよ、もう。で、今から溶接するところも、もう錆がね、来てたから、今それを全部、それ落とさないとまた溶けていっちゃうから。今ちょっとやってきますね。ちょっとここもね、歪みが出ちゃってるんで、ここ切れてる、ここが歪んでるんで、ここを直します。ちょっと直るかな。じゃあ入らないかな。結局こっからスライドして、あの骨組みをこう入れるもんでね、スライドして入れるもんで、ここが開いて歪んでるとどうしようもないんだ。これじゃ入らんよ、入らん。これじゃあとすげえやりにくい。なんとかなんねえかな。一枚の鉄板じゃないもんで、中のこの補強が一枚とボンネットの鉄板がこう重なってるんですよ。だもんで、だもんでどんなことしたってダメなものはダメかな。この下がどうとでもなるよな。立ち上がり部分だよな。全体でいかにはいかんだか。何を言ってるか分かんないと思うんですけど、ここの切れ目を溶接するんだけど、角度がね、気持ちこうなってるはずなんですよ、こう下に、こういう風にね。なんでそれを接合するときにちょっとこうグッて押さえて接合する。こういう風に一人でやんなきゃならないから、角度的に見ても絶対そうなんだよな。ちょっとね、用意してくっつけてみますよ。で、このくっつけるところが結局溶けちゃうかもしんないんですよ、サビでね。補強の部分とこの中の部分の中の中のサビは落とせないじゃないですか。ちょっと頑張ろう。やってみよう。反対側はもう終わったんですけど、後で映しますけど、溶けてっちゃう。なんとかつなげたけどね、こっち側は今、インナー側を全部溶接したんだけど、インナー側はかろうじて溶けないんですよ、向こうも。この外側ね、外側が溶けてっちゃう。ちょっと一発止めてみますね。中が錆びてくからなんだよな、これきっと。ほらね、溶けちゃう。しかも薄いもんでね。あー、このぐらいでかろうじて、いや溶けちゃうな。
なんとかなったか。怖え。ちょっと厚めに持って成形します。よし、溶けていっちゃうのよ。なんとか埋めたけどね、こっちはまだいい。インナー側はね全然大丈夫。なぜかというと、このサビは あるけど鉄板が厚いんだ、インナー側は。あのコの字のね部分ね。こっちがね霊溶けてっちゃっててさ、なんとか塞いだけどさ、どん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 溶けてっちゃうの。どん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 ね溶けてっちゃう。なんとか繋がったけどね、繋がったつか埋めたけど。でこっち側もインナーは全然ね止められたの。うん、まあ参ったよここは。でちょっと整形しちゃいますね。待ってて、つんないな。はい、いい感じでつんつる手になりました。どこでつながってるかわかんないと思います。よし、はい、こっちも。ただこの中ね、今なんとなくちょっと削り始めてるけど、中はちょっともう道具がね、サンダーが入らないので、あの大きさだと。ベルトサンダーとか、細かいやつを、細かいというかちっちゃいやつを使って今やってます。まずこっちからね、補強のためにもこうね、ビトビトに溶接したんで削るのがなんせ一回切れちゃってるとこだからな、そう思ってねやったんだけど、その団子を削り取るのがなかなか骨が折れます。ちょっと頑張っていきます。はい、平らにしました。この角がねやっぱ平らになってないと入んないんで、あの補強のやつね。いや苦労したな。一応ツルンツルンになった。ここの角ね、ここの角、下側の。じゃあこれでちょっとね転換剤をちょっと塗っていきますね。サビもね、もう落とせるだけ落とした、もう 100% 無理だ。ああ根が深いやつももうあるから、ちょっと転換剤をここの中と、上は大丈夫だな。上はね、袋になってたとこ、上は一応塗料は入れとくけど、転換剤まではいや入れなくても大丈夫か。あ、ここ隠れちゃうとこですけどね、もうサビがこう出てるでしょ。落とすだけ落としますけどね。まあ、とにかくちょっとねこの辺の中ね転換剤ちょっと塗っていきます。こっち側も、はい、ちょっと広範囲にわたって塗っておきました。あと上のこの根元の部分ね、両方ともここので、他は一応サビ落とすには落とすけど、うっすらだからこっちは大丈夫だと思う。でこれはこれで乾くのを待って、それではちょっとここの鉄板むき出しの部分、ここをあの脱脂して、サビ止めをちょっとね軽く入れておきます。ちょっと待ってて。はい、サビ止めちゃん入れました。このパテの厚みがわかるかな。まあこのぐらいまでいけてれば多分ね、パテ入れるから全然 OK でしょうよ。ではこっちは、あちょっとあの辺ももうちょっとやね高かった、なんとなくこうねわかるんだけど、まあね深追いは禁物っていう形でこのぐらいにしておきました。ああいいじゃんね。ではちょっとこれはまた乾くのを待ちまして、ちょっと私休憩をして、今何時？もうそろそろ3、4時ぐらい？よいしょ。そんで休憩後にちょっと、接着剤作業に入ります。乾きましたね。あ、まあ1日置きますけど、サビ止めの段階でこの辺までね、行っててくれればいいかな。厚めのサフだけでなんとかなっちゃわないか？でも段差がすごいからな。